アイドルグループ、乃木坂46の池田明社、池田テレサイコール20が、東京芸術大学に合格したことに関する不適切投稿に対し、迅速に対応した同大学にネット上で称賛の声が上がっている。東京芸大は28日、大学構内のギャラリー、芸大、アートプラザで業務委託しているスタッフが、個人のツイッターで不適切な投稿をしたとして、契約を解除することを発表した。問題視されたのは池田が合格した際の投稿とみられている。芸大アートプラザのスタッフが26日のネットニュースを引用し、職権をついに乱用する時が来ましたと投稿した。当該投稿は直後に削除されたものの、ツイッター上で拡散され問題視された。東京芸大は、ホームページ上で、芸大アートプラザにて、業務委託したスタッフが、個人のツイッター上で非常に不適切な投稿を行ったことについて、本学は、経緯説明を求め、厳重な抗議及び適切な対応の要請を行い、当該スタッフに対しての芸大アートプラザ業務等の契約を解除することになりました、と発表した。芸大アートプラザのツイッター公式アカウントでもお詫びのコメントが投稿された。この対応についてツイッター上では一時契約解除というワードがトレンド入り。対応されてよかった。妥当な処分。悪ふざけでしたは通用しない。対応の速さすばれ、らしすぎなどといった声が寄せられている。Thank you.